図書にある通りだね。今調べたら、うん、この曼荼羅は、文字は五時七時にて揃えども三世諸仏の恩師、後で説明するけどね、一切の女人の成仏の陰門なり、冥土には灯火となりだよ。それから死での山にては両目となり、いい馬、うん、それから天には日月の落とし、地には趣味線の落とし、障子会の船なり、成仏特道の道士なりって。まあそのご住職は生き返って来られたけどもさ、でもいつか我々は死ぬわけですよ。で死んだ先のことは誰も生きてる間には確約も確信も、実感も何にもない、ひょっとしたらとんでもない怖いところに行くかもしれないけども生きてるわけだよね。つまり見ないようにしてるわけだよ、その考えないようにしよう。でそれでもこの本当の功徳っていう、この日蓮召集の正しい仏教の本当の功徳っていうのは、そのひょっとしたら恐ろしいとこかも行くかもしれないところに、日々ちゃんと吟味をしてこの信心頑張ってる人は、そのご本尊様がちゃんとこう現れるって。でそこでこういう意味なんだよね。この曼荼羅は、つまりご本尊様は、文字は五時七時にて揃えと、あの中央の南妙法蓮華経っていうのは七文字だよね。で、まあ、妙法蓮華経っていうのは五文字で、南妙法蓮華経って申し上げるときは七文字、そのご本尊様が、だからなんつうの、これ一見要は七文字しかないじゃないかっていうことを言ってるわけですよ、そういう見方、そんなね頼りない、それよりかお釈迦様の像とかさ、あるいはあの二王さんとか、あと金剛さんとか、すっごいこういかつい力強いのいるじゃないですか。なんかそっちの方が頼りがいがあるんじゃなかろうかって大内さんは思ってるわけですよ。でも大聖人、日蓮大聖人様はそうじゃないんだよって、そのお文字だし、たった七つ南妙法蓮華経っていうこのご本尊なんだけども、実は大変なその、要はこのすごいよね、仏教ってね、昔からその宇宙全体にもうあの文明があるってことをずっと説いてるからね、当たり前に説いてるよね。その中の一個しか過ぎないと、地球っていうのは。でも宇宙の中にはいっぱいのその、まあ、仏様がみんないらっしゃって、そして仏様がそれぞれの国国家で、まあ、この天体をね、あの統治されてるっていうことを説いてるわけですよ。そんなのさ最近ですよ、言い出したの、天文学でも。で、あのまあ数字で計算すればもうこの宇宙銀河どころか、その銀河みたいな銀河がまた無数にあるわけだから、そしたらそこに人間ぐらいの能力、あるいは人間以上の能力のある天体なんてどう計算してもものすごい量あるでしょうねっていうのがもう今常識だよね。ただあまりにも遠いから、なかなか今の科学力、我々の科学力ではそっちの方へ接触できないだけで、ひょっとしたらものすごく進んでる科学力の方の人たちは我々にもしかしたら接触可能になってるかもしれないんだよね。こっちは気がつかないだけで。で、まあ、話は長くなっちゃったけど、そのこと言ってるんですよ。三世諸仏の恩師って言うんだよ。結局その実は我々が拝ましていただいているあのご本尊様は、その宇宙銀河だろなんだろってところにいろんな仏様がいらっしゃる、もうすでにいらっしゃって、それぞれ の人たちをもう、救ってるわけだけど、その仏様たちの全部の実は根本の仏にした、その人たちが仏になれたその根本のご本尊なんだよっていう意味なんですね。で、一切の女人の成仏の陰門なりと、まあ、ここの場合あの相手方が、このお手紙を送った相手方が女性ですから、なのでやっぱこういう言い方になってるわけ。もう一つはね、今より昔っていうのは今よりは
はるかに女性の立場地位が低かったわけですよ。で平等なんてことは見てないからね、当時はね、もう明らかに男尊女卑。今もちょっと半ば逆転してきてるっていうかね、男が情けなくて、うん、女の人の方がなんとなくね、強いですよ。で実際に言葉も強かったりね、掃除機なんかかけられてるとね、新聞読んでるとどうしてもそこをこうかけに来るよね。避けてかけないと思うのにさ、あれやっぱり頭くんだろうね。なんとなく腹立つわけですよ。だからそこのとこ、こう突っこくるみたいに掃除機をかけられるとかね。でこそこそっと横に避けるとまたそこ目がけてこうかけに来るじゃないですか。あれね、まあいいんです。まあそうです。なのでその当時として見ればそういう地位の低い、だから世間的にも家庭の中でも弱い立場であられる女性も実は絶対に死んだ後その最高の境界のところに行ける、もうその、うん、まあ言ってみれば呪文というか、それが南妙法蓮華経っていうこの七文字なんだよと、そういう意味なのね。陰文なりっていうのはもう間違いない印だから、約束手紙みたいなもんですよ。熊谷さんって、熊谷さんがね真面目に生前ご信心されましたというので、この仏様から切符を発行してもらうわけだよね。陰門お約束で仏日蓮っていう判子をしてるわけですよ。でそれを持ってあの世に行くわけだなと。大変ですよ。もうその陰門がないと過去世から僕らは今世玉坂日蓮正宗の信仰で功徳積んだとしてもさ、過去世にどえれば悪いこと積んでるから、そうするとそれ天秤にかけるとなんとなくこっちが重いわけですよね。なのでその陰門がないとさ、結局はその、なんだ鬼とかいろんなものがさ、こうワシャワシャ出てきて待ってるわけ、ね、で来た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 ってほんでその、うん、こう引きずり落とすわけだよね。だけどその時にこれを見ろって、こうそうするとみんながひえーって、まさにこれだよってこう門のこれみたいなもんでバーッて、そしたらそれまでね、あれ先に出しゃいいじゃんね。そんざさチャンバラさんざやったあげくにこれは見えないかって、初めからやれ、初めからみんなさこうやってへえってそうでもそうなるってことよ。だからああいう連中がさ、熊谷さんの手を引きずり取り引き裂き、耳を引きちぎりってやろうと寄ってくるものに対してバーって光明を発するわけだね。その者たちがみんなもうチリチリチリってチリチリって逃げてるっていうね、そういう力があるんですよと。で冥土には灯火となる。だから正しい仏教、本当の正しい仏教から見ると死ぬってことを全然その、意味嫌わないんだよね。それはなんで世間では死ぬってことは縁起悪いからやめろとか、そういう話はとか、なぜかって言ったら結局救われないかもしれないって思ってるからですよ、みんなそれなりにね。でも日蓮正宗来るといいじゃないのって、あの世に行く時だって最高の仏の世界に行ける約束されてるから、だから冥土には灯火となり、まあ死にましたと。でその時に次の世界行った時にまずその今言ったその光明を発するから、本来なら真っ暗系なんだよ、真っ暗闇なんだけど、バーって光が照らされてって、そしてだからつまずいたり突っ転んだりしないってことよね。それでもこの正宗の信仰してない人は光照らしたところで見てみると、みんなそこで突っ転んでたりさ、それこそ悪鬼どもにこうやって食われてたりしてるわけよ。そういうそれで生前僕らがね釈伏して入信しないような人がそこら辺にいるわけですよ。その時ざまあげろって思ってたんだよ。いや今もう絶対思いそうだと思ったから先に食いさせておくけども、で見ろやんなかったから見ろ俺って言っちゃダメなんで、ああなんてかわいそうなことだったと、私の力が足りなくて生前中入信させられなくてごめんねっていうような、でも正直私は良かったなっていうことで行くわけですよ。で、死での山にいてはって言うんだから、今度やっぱりこう山越えなきゃいけないようなとこもあるってことだね。そういうまあそれなりの財産を持ってるからさ、だからちょっと苦労しなきゃいけない時も
みんな普通の人たちはそれをこのあえいで登ってるわけですわ。後ろから極卒が早く歩けっつってバッコンバッコンケツこんなのボコボコのやつね、あれで叩かれながらヒーとかヒーとか言いながらね、うちらは両目ですよ、あの馬馬が用意されてるってわけだよね。申し訳ねえな本当にな。本当にだから世間の人は本当にそれで行くのよ、かわいそうだけど、いやからいっぺん俺らも死んでみりゃ分かるわけだけどさ、これはおとぎ話じゃないんだよって。それはね、僕もその麻酔打って呼吸止めたんだってね、その強い麻酔でなんか自発呼吸できないぐらいの麻酔打って、その時にやっぱあの世の入り口見てきたからね、もうまっさに光り輝くですよ、もう天人天の人たちっていうかさ、幸せいっぱいの人のもう渦、そこにおふくろ、こっちにおやじさん、この辺におふくろさんって、いい、間違いなく見てきた、夢と全然違うです、あれ本当にいた、このリアルにいて、でまた引き戻された、麻酔が手術終わってからね、入り口だけでまあなんだから、あの喜んでる人たち の、 その向こう向こう向こうの方におそらくご本尊様が神々しく輝いてたと思うんです。でそこまでもし行ってたら俺はここには今いなかったってことですよ。こういう黒いリボンかけられてこういう写真にね、でニコニコしてここに豊田さんの、で豊田さんを忍ぶ会みたいな、そうそうそう、これされる側になってたんだけど、そこまでは今行かなかったんだね。その手前で天人が法華経に書いてあるの、お経を毎日読んでる人は分かると思うけど、天人成就ガーシード安穏天人成就万っていう、天の喜びに満ちた人が充満してるっていう、あの祭りから覚めた時に真っ先にそのお経本、本当にそうだ、天人成就万だと、我が道はこれ安穏にしてだから、そのもう汚れ、衰えとか、ま、一切ないんですよ、我が道はこれ安穏にしてって。本当にね、ピンクみたいな黄色みたいな金色みたいな、そういう光の中に これほど幸せそうな人がないっていう人がずらーって並んで、みんなニコ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 してこっち見てるわけですよ。もうだから帰りたくない、もう俺もああもうこんな幸せなところはないって言って、んでこう呼びを覚まされる時にすっごい抵抗したのね、ここにいたいんですって言ってやってても、ガーって豊田さん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 って言って、こうどんどんどん近づいてきて、最後こうパンパンって叩かれて、うん、っていう感じ、あ帰ってきちゃった。いや本当に門かなんかにこうしがみついた思いがあるもんね、こういうふうに。で後でこの辺ちょっと触ってみたら、ここがジャリ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 するんだよ。ああ泣いてたのね、幸せすぎちゃってここ号泣してたのよ。でわーって漫画みたいにわーって泣いてた。いやーだからまあ俺はありがたいなと思ったのは、あそこの時点で、垣間 見させてもらった。でもそれ以降もし極端に悪いことをしなければまあまあいけるんじゃないかっていうね、あまあそういう意味ではこういう御門がね、あの例え話とは聞けないんだよ、本当にそういう世界があるよっていうね。そして、馬になるでしょ、 山登りしなきゃいけないのことも、うん、人によってはあるかもしれない。でも大概の人はもう苦しみあえいで登っていかなきゃいけないのに、まあ、仮にうちらもそういう山を登らなきゃいけないようなまだ財産を持ってたとすれば、馬が出てきちゃうっていうね。あり、そうやって、まあ、楽にそこも登れますよと。そして天には日月のことし、このご本尊様は実は今お宅の仏壇に収まっていらっしゃるけども、例えて言えば天で言ったら夜で言ったら煌々と輝く月のような存在だし、それから昼で言ったらまさにあの日天太陽のような自ら光をこの360度にバーって放ってる
そういうご本尊なんだよと。で、地には須弥山のごとしっていうのは、これ須弥山って何を言ってるかっていうと、あの今で言うと簡単に言うとエベレストみたいなことなんですね。エベレスト、あ違う、それはセッセンだから。で、まあ、昔のインドのこの世界観としては、世界の一番中心にむっちゃ高いこういう山が一個あって、そこに円形でいろんなあの国土があるっていうふうに、まあ、考えられてたわけね。で、そういう意味では、まあ、何が言いたいかっていうと、地上において一番高み、最高に見渡せる、全てを 見通せる、そういう、ご本尊なんですよと。そして庄司会の船なりと、こっちが生でしょ。で、どうしてもその死の世界に向かうための大海原とか あるわけだな。で、みんなそこで水没していくわけですよ、普通 あのこの新人、このご本尊知らない人は。ところがそこでまさに船となって、そういう信仰してる人が乗って、そこの向こうへずっと難なく渡っていけるんだよと。そして成仏得道の道士なり、このやたら変な境涯に落ちない、地獄で苦しむとか、うん、ガキで苦しむとか、ガキなんて人のこのクソを食らうっていうガキもいるって書いてあるからね。だから昔の便所って怖くなかったんですよ。バコンって開いててさ、なんかこう変なものがなんか出るんじゃないかっていう、子供の時やっぱりああいう、しかも北のこう東の角っこみたいなところにあったもんね。行くの嫌だったですよ。でもやっぱり目には見えないけど、そういうガキっていたんだろうね。で、座ってこうマシマシャって、うんこするたびにマシマシャってやってたでしょうよ。で、そういうとこはさ、いろんな人の吐いたものを食う鍵もいるしね。そういう世界がある。で、そんなとこにおっちゃう、普通の人はおっちゃうんだけど、ちゃんとこの南無妙法蓮華経のご本尊を拝んでる人は成仏という、仏の境界、仏様が住んでる。さっき僕が見てきたのは天人ぐらいだけど、本当に仏っていう、まあ仏様だったのかもしれないわな。仏様の世界へ引っ張ってくださるとこの、その導いてくださるご本尊ですよと、同志なんですよということがね、書いてあるわけですわ。